皆さんこんにちは。立憲民主党の衆議院議員原口和弘です。機能的財政論ということでですね、日本の未来を作る勉強会、第2期のスタートをします。それにあたってこの動画をですね、数回に分けて皆さんに配信をしています。今日はその3回目です。なぜこの現状があるのか、なんでこんな風になったのか、ちょっと今の現状を見てみましょう。これですね、ご覧になってください。1995年に日本は世界の GDP の約 17.5% ぐらいあったんですね。すごい国ですよね。 GDP というのは1年間に皆様が働いて富を生み出すその総体だというふうに、考えてみてもいいと思いますね。で、中国はなんと 3% ぐらいだったのが、もう今日本を抜いてこんな X 字になっちゃってるんですね。アメリカも下がり始めたんだけど、また盛り返してる。そしてですね、これですね、これご覧になってください。 GDP の成長、こう各国別にこうあるんですけども、日本はなんとダントツの美形、成長してない、マイナス8なんですよ。このグラフを皆さん共有してみてください。そしてその結果、これこのコロナ禍とまさにものすごい物価高で、低所得者ほど切り捨てられている。これ2020年の雇用者数の増減ですけども、年齢別、年収別、それから前年差ということでですね、ここ女性の、非正規の女性の人たちが雇用の調整面にされている、このひどい現実を変えなきゃいけないんですね。そしてこれよくね、消費税は社会保障のためだっていうふうに言われますが、これ植草先生が日本の未来を作る勉強会第4回に来ていただいて、植草和秀先生ですね、植草先生が出してくださった消費税、その税収の全額が法人税、所得税減税に使われた。平成っていう年はですね、消費税が生まれて31年間、32年間ずっと消費税が上がり続けた年です。で、総額消費税31年間の累計額が397兆円です。ところが法人税、法人産税の減収額が298兆円、おまけにですね、所得税、そして住民税の減収額は275兆円ですから、これで社会保障充実できるわけないですね。だって彼らが言うところの財源ないわけですから。全部、いやそれ以上に所得税と法人税の減税に消えちゃってるわけです。そしてどうなってるかというと、これですね、これ三橋先生も第8回の日本の未来を作る勉強会に来ていただきましたけども、本来の供給能力、総需要、本来の供給能力と総需要の関係、これ本来の供給能力に対して総需要が小さい、これデフレギャップが生まれてるんですね。需要が足りてないわけです。で、需要が足りてない中でどん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 デフレ、つまり風船に例えてみるとですね、ちょっとこれが風船だとすると、この風船がですね、どん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 小さくなってる、小さくなってきますから、 GDP の3要素っていうのは皆さんもご存知の通り、消費ですね、消費がだいたい6割ぐらいって言われてます。それから投資、そして政府歳出ですね。消費は消費税でどん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 落ちる、どん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 落ちてる国に投資する人はいない、外に投資しますよね。だからさらに小さくなる。で、本来だったらそれを政府歳出で下支えしてあげなきゃいけないけど、増税と緊縮でさらに冷え込ませると、こういうことが起きてきた。つまりこのデフレギャップが放置されたためにですね、何が起きてるかというと、今日もさっき新しいですね、量子力学、量子暗号の
お話、日本では今世界でこれトップを行ってますね。だけど世界でトップを行っているようなところもですね、どん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 このデフレが、風船が沈んで縮んでいくと、この中に入ってられなくなるわけです。元気に活動できなくなるわけです。つまりこっちの供給能力の方まで影響が出る、こういう現状なんですね。そしてなんとこれ、今回のロシアの侵攻もですね、最初何がで始まったかというと、これは NICT 情報推進機構ですね、私が総務大臣の時に予算をしっかり取って、ここを増やしていくんだということでやったんですけども、これは NICT のニクターっていうサイバーアタックを可視化したものです。どこから来てるか、こういうところにお金を使わなきゃいけないのに使ってるのはどこかというと、使えもしないオスプレイを買ったりですね、フォーリンミリタリーセールスっていうんですけども、これ第3弾のところでお話をしますが、とんでもない優勝軍事援助にお金を使ってやるべきところにやってないっていう状況なんですね。さっき申し上げました、これ GDP の占有率の推移、これでいいんですかと、よく中国がとかいう方々がおられますけども、まさに中国と逆転してしまってる。こんだけ国力が落ちてると防衛の力も弱まりますよね。そうです、これは検証戦争責任という読売新聞のプロジェクトです。なぜあの3年8ヶ月私たちはあの戦争から抜けることができなかったのか、ポイントオブノーリターンはいつだったのかということを読売新聞は、これ2005年ぐらいでしたね、私もプロジェクトに参加をいたしました。で、当時の国会議員は今の国会議員に比べて劣ってたかというと、決してそうじゃない。じゃあ何がおかしかったのか、結局ですね、ガバナンス、誰が決定しているかということがすごく弱かったんですね。で、これご覧になれますか、これ政府の文書ですよ。これ何かというと、鳩山内閣の鳩山総理に最低でも県外って普天間の基地おっしゃいましたね。でもそれを思いとどまらせようと、ここなんて書いてあるかというと、普天間基地から65海里以上離して基地を作ることができませんって総理に説明した資料なんです。ところがこの文書嘘だったんです。嘘を説明してまで、だって普天間基地をですよ、佐賀空港に移転しようと、訓練を移転しようとしたでしょ。佐賀空港って普天間から65海里どころの話じゃないんですよ。で、それで不審に思われた鳩山総理は、この文書何だったのっていう話をされたわけです。官僚機構がですね、騙してまでこういうことをやるわけですね。で、その結果何が起きているかって、これは今のオミクロン株の前のデルタ株のインドでの広がり方です。あっという間に広がるんです。ところがこういうあっという間に広がって対応しなきゃいけないことに、官僚機構そのものがもう対応できなくなっている、政治が対応できなくなってしまっているわけです。そしてこれ皆さんご存じないと思うけど、なんとこれ郵政民営化の国民を IQ って分けてですね、これ上が IQ 軸ハイって書いてあります。下がローで、誰を中心にターゲットにするかと、今皆さん嫌な言葉ですね、 B 層、私が言ってるんじゃないですよ、当時の郵政民営化宣伝戦略なんですよ。ここなんて書いてあるかというと、民営化の大義と構造改革上の重要性、認識レベルを高めることが必要要件だと。で、小泉内閣の支持基盤、支持層、子どもを中心、シルバー層、具体的なことは分からないが小泉総理のキャラクターを支持する層、内閣閣僚を支持する層、 IQ は低くて
構造改革っていう言葉にポジティブな反応をする人たち、これを B 層、ここに繰り返し繰り返しテレビで優生民営化っていうのは正義なんだ、優生民営化をすれば年金は大丈夫なんだということを言ってやったわけです。まさにファシストのやり方ですね。 TPP だってそうです。開国とんでもないですよね。 TPP 断固反対、嘘つかないぶれないと言ってましたけど、 TPP やってるじゃないですか。これは投資協定で、自由貿易協定じゃないです。あれ6000ページぐらいありますけど、私もう半分で読むの諦めました。とんでもない状況ですね。これをじゃあ変え、どう変えていけばいいかということを次にですねお話をしたいと思うんですが、今何をやらされてるかというと、最後にこれです。よくあのロスゼネ世代、自分たちは生まれた時からずっと衰退なんだっていう人たちがいますけど、そこでもてはやされてる人は自己責任論の、ね、あなた方が努力が足りないからこんな状況なんですっていう人たちでしょ。でも何をやってるかというと、これが縮んでる中で、つまり沈む船の中のイストルゲームをさせられてるんです。今仮に自分が沈没する船の部分にいなかったとしてもですよ、水の中に沈む部分にいなかったとしても、船自体が沈んでることは変わらないわけですから、その中で小さな勝者であっても明日の敗者になる、沈む船の中のイストルゲームをやらされちゃ絶対ダメだということを申し上げて、この部を終えたいと思います。じゃあ次回楽しみにしてください。ありがとうございます。